この地球には気候や宗教、風土が違う中、長い年月をかけて受け継がれた多種多様な文化、言語、食文化がある。そんな世界196カ国の中で全世界の人々から最も料理が美味しいと言われる国、イタリア。今回は世界で最も料理の美味しい国の信じられない食文化に密着してみました。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。現在はですね、イタリア水の都ベネチアに来ております。イタリアといえば飯。皆さん、2022年23年世界で最も料理の美味しい国ランキング1位に輝いたイタリア。イタリアはですね、何年も世界で一番美味しい国ランキング1位に輝いたっていうことなんですけど、まあ本場イタリア料理を食べたことない僕からするとですね、日本食が1位なんですけど、今回はですね、イタリア北部ベネチアから南部ナポリまでですね、各地の郷土料理を実際に食べまくってみて、世界一の実力とはどのようなものなのかっていうのを検証していきたいなと思います。今回はですね、ただイタリア料理を食べるのではなくてですね、イタリア料理の歴史調べてみたらめちゃめちゃ興味深かったんですけど、イタリア料理はですね、古代ローマ時代からの約2000年の歴史があるって言われてるみたいで、まあ当時から古代ローマ人はですね、食事に使う時間をめちゃめちゃ大切にしてたみたいで、当時から1日3食、そのうちの1食をですね、コース料理として音楽流しながら会食みたいな感じで2、3時間かけて食べられてたみたいなんですけど、現在ね、思い浮かべるイタリア料理で言えばピザとかパスタなんですけど、当時の主食はプルスって言われるなんか小麦粉を煮込んで作った料理やったみたいで、チーズとかもですね、兵士のスタミナ食として携帯用やったらみたいです。はい、ということで今回ベネチア出身のピーター君にですね、料理を紹介してもらうということで、 Nice to meet you, brother. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. So you're gonna take me to amazing food from here. Today I'm gonna make with you a great experience about food here in Venice. Okay, so first place we came, what's that here? This is a baccaro. Baccaro? Yes. What's that? This is a baccaro, they serve cicchetti. Cicchetti is okay. Similar to Spanish tapas, but is typical here in Venice. Right. So this spot seems that is secret, but is very known here okay. In Venice. It's very famous, Baccarando in Cortellosa. はい、まずはイタリア北東部ベネチアの食べ物ってことで、ベネチアは南に海、北に山ってことで、海と山の食べ物両方が楽しめるみたいで、イタリアは南北に長いんで、地域によって食の歴史や文化も様々らしく、イタリア料理といえばオリーブオイルにパンですが、オリーブオイルは南部地方で、北部の方では隣接するフランスなどの影響を受け、バターや生クリームを使う料理の方が多いらしいです。Typical Venetian and it's called cicchetto. Okay. In small dishes. Mm-hmm. And for example, that one mm-hmm. is interesting. It's called polenta. Okay. What's polenta that made from? Is made from cornmeal. Here in Venice is very known. In Veneto, it's like a religion. You know, okay. You have the bread in Italy mm-hmm. and in Veneto, you have the polenta. いただきます。Yeah, you will see that it's just like a bread base. Mm-hmm.Similar to bread. Mm. But fish tastes quite a lot, right? Fish and onion combinations. Wow. Exactly. Wow, that's so good. And what is this one? I was just really curious. This one is a particular bitter made okay. in Venice that is called Select. This is a typical Venetian drink. Mm. Mm. Oh, wow. It's like a little bit bitter. Yeah. Mm. 苦味とですね、でもこのフルーティーの香りがうん、美味しいですね。まあ、アルコールも入ってるんで、まあ、冷たい感じで氷も入ってるって感じですね。美味しいね。その他にもですね、イカの乗ったバージョンやサラミの乗ったパイ、魚のペーストを乗せたブレッドがあり、まあ、どれもですね、ほんま最高に美味しい味わいでした。まあ、彼と話しててめちゃめちゃ興味深かったのがですね、2024年4月からここ水の都ベニースでは新しく法律ができるということで、観光客は事前にチケットを予約購入しないとこのベニースの街に入ることさえできなくなると。それはですね、パンデミックの後に増えすぎた観光客を調整するため、ベニース側からすると、まあ同じ観光客が入るんやったらお金持った観光客が入ってくれた方が有益ということで、まあ物価もですね、10年前に比べると4倍にまで膨れ上がっているということです。
この世の中いろんなねところでそういった事態が起きて物価がどんどん上がってお金持ってない人は旅できない時代になるんではないかという話を聞きまして、いやーそれは恐ろしいですね。もう今のうちに旅しとかなってめちゃめちゃ思いました。はい、皆さん続きましてやってきたのがこの立ち食いスタイルなんですけど、イタリア北部といえばリゾット米ということで、14世紀前後アジアからアラブに伝わりスペインに到来した後、スペインが支配下に置いていたナポリから北部に伝わったとされているらしいのですが、イタリア南部は当時米の栽培には適していない気候だったのに対して、北部では気候上お米の栽培に適していたので郷土料理として広がったみたいです。We're gonna try the wine now, yes? This is the typical, typical wine. So, Venice is very famous for the white wine. The Veneto region.、Mm-hmm. This is、from Valdobbiadene. Right. Yeah. Ah, it's not red wine, it's sparkling wine. Yeah. Mmm. It's sweet. So, generally, Italian people drink the wine from lunchtime or no? Yes.So even like、you have to work, you can drink the wine the lunchtime, no problem. Exactly. Wow, that's really good. In Japan, quite difficult maybe. Oh, maybe you are drunk, no good, but you, for no, you normal. It's normal. It's normal, it's normal. Amazing. It's normal. さて、いただくのはですね、このシーフードリゾットということで、あ、うまそうですよ、これシーフードリゾット。No, no, no, ビキエリ、ラスト。This is amazing, man. I knew before that you like risotto. Because I eat nice Japanese, yeah? Yeah, man, it's so nice.聞いた話によると、イタリア料理がフランス料理の原点らしく、フランス料理が今のように発展したきっかけはイタリア料理にあったと言われているみたいです。素材重視で家族のためにまんま母が振る舞うおかん料理がイタリア料理、宮廷料理から発展しソースを重視するのがフランス料理と言われているみたいです。面白いですね。はい、皆さん、イタリアのデザートといえばティラミス。ティラミスはですね、北イタリア発祥ということでいただきたいなと思います。 Let's see。 いや、この濃厚さ、もう食べる前から濃厚っていうのが分かります。うん、いや、これはえげつないな。もう口の中でチーズがとろける。これ何のチーズ？ What's the kind of cheese is that? This is mascarpone。マスカルポネチーズとこのエクスプレッソのこのコラボレーションがたまらんね。いやー、これ食べたら日本のティラミス食べられへんわ。うん、ファンタスティック、イツライカヘブメ。はい、皆さん、なんと美しいベニースの街並みなんでしょうか。ベニースといえばですね、ゴンドラに乗って街中を駆け巡っていくのが有名なんですけど、皆さん、ゴンドラの運転手の給料一体いくらだと思いますか。20分で80ユーロでこのね街中を回れるみたいなんですけど、まあゴンドラの運転手になるにはですね、かなり複雑な免許とかも必要らしいんですけど、なんと1日800ユーロ稼げるということで、ここベニースではですね、ゴンドラの運転手イコールドクターまたはそれ以上の稼ぎが得れる特殊な仕事みたいです。さすが水の都でございます。続きましてやってきたのがイタリア北部美食の町ボローニャ。イタリアの食の歴史といえばボローニャと呼ばれ、イタリア三大食品、生ハム、バルサミコ、パルミジャーノチーズがロマーニャ州発祥ってことで、あまりに食が美味しすぎることから肥満の都市とも呼ばれているらしいです。 Okay, so brother, nice to meet you, brother. How are you?Good. What's your name? Mattia, nice to meet you. Mattia, okay, so you're from here? Yeah, well,from near Bologna, let's say. Okay. I'm from Imola. Right. Which is known for Formula One Grand Prix. Okay. If you know. So today you're gonna take me to Bologna best food. Yeah, of course. That's a specialty of the city, I would say. And Bologna, it's called the Fettuccine La Grassa, because it's known for food. So yeah. I take you to the best places to experience that. Okay, let's go.So look at the map of the region, so yeah. You see food everywhere. Yeah, everywhere food, that's the main reason why people come here. So like, what kind of tourists come here in Bologna at the moment? What's the nationality? Well, let's say there are many Americans. Mm-hmm. In the last couple of years, many Americans come here for eating. Eat all. Yeah. not so many Asian yet, okay. I would say. I see it's kind of boom soon. Maybe after this video more.
Okay, first place we came, what's up here? So, this is Salumeria Brunefranco. Okay. Let's say it's the best salumeria in the city for fresh egg pasta, salumi, cheese, and that's a family-owned business. So, Bologna, what's the famous for? So, let's say Bologna, it's considered the capital of food. Yeah. I would say of the world. You see, it's known for pasta, mm-hmm. fresh egg pasta, like tortellini, tagliatelle, balanzoni, gramigna. Mm-hmm. So it's all pasta made by hand. Okay, made by hand. Yes. なんと超親切なお店の人が安いプロシュート、高いプロシュートを食べ比べさせてくれることに。安い方からいきます。Even so good, man. I told you better than the Spanish one. Oh, I can't say that because I, I have other friends in Spain. Sure. Different. I don't know, both are good. Yeah. The 油の部分, fat place, wow. Mm. That's good. Mm-hmm. That's better. Okay. 続きまして, expensive one, いただきます. How much is the one slice? It's basically 1 euro. Wow, slice, yeah. Because it's 95 euros per kilo. Oh, wow.いただきます。うん。こっちの方が深いね。Deep, deep days. And then, fat is like a melting. Yeah. 転げるような味わい。That must be cut thin. うわ、匂いもですね。めちゃめちゃいい匂い。なんか臭みとか一切ない。これは winner against the Spanish. I told you. ボローニャといえば僕の大好き皆さんおなじみミートソーススパゲティ発祥の地ということで、まあ、こっちではボロネーゼって言われてるみたいなんですけど、まあ、アメリカにねそのボロネーゼがいてミートソースっていう名前に変わったみたいなんですけど本場ボロネーゼの味は一体どうなのか。乾杯、サルーテ、サルーテ、チンチン。いや皆さん、イタリアに来たらもう毎回もワインは欠かせないですね。最高や。あ、うまい。まず最初にいただくのがボローニャ発祥のトルテリーニ。卵で作られたパスタの中には豚肉、モルタデッラチーズ、パルメジャンチーズ、生ハム、ナツメグが入っており、コンソメスープでいただきます。これはですね、僕初めて食べるんですけど、スープパスタみたいな感じですかね。うん、なんか匂いはあっさり系の匂いですね、どちらかというと。食レポ、下手くそな翔太、いただきます。うわ、まずスープがですね、皆さんめちゃくちゃうまいわ。このパスタのすごい歯ごたえがあって、こうなんていうんですかね、香川県のうどんのような歯ごたえの中にですね、肉汁がめちゃめちゃ広がってて、それ噛んで開けた瞬間にブワーッと広がるみたいな、やばいわ。皆さんやばいです、イタリア料理やばいです。続きまして、ボローニャ発祥の本場のミートソーススパゲティ。手作りで作られた平打ちのきしめんのようなパスタに、ひき肉と野菜、トマトペーストを赤ワインで煮込んだソースに、ボローニャ三大食品パルメサンチーズを振りかけた伝統料理でございます。 We call it meat sauce spaghetti and I thought it's spaghetti but it's a flat noodle. Never. Never. It's forbidden, you know, you go to jail. OK, いただきます。いやまずはじめにミートソースの肉の質がもう全然違うというね。でこのミートにですね、味がめちゃめちゃ染み込んでるんで、ソースいらないみたいな。このミートとこのパスタを一緒に食べるだけで OK みたいな。で初めて今回イタリアのパスタ食べたんですけど、ほんままさしく香川県のうどんみたいな歯ごたえです。今まで食べてきたパスタがいかにほにゃほにゃで美味しくないパスタか分かるぐらいのこの歯ごたえ。はい、最後にですね、こちらのラザニア、少しね緑かかっているのはパスタの生地にほうれん草が練り込まれているかららしいです。そう、ラザニアもですね、このボローニャではミートソース、ミートソースって怒られるなが有名なんで、ちょっといただきたいなと思います。 What the sauce? マジでやば。 I might like lasagna more. See ya. Oh, me
and lasagna is better than isotope pasta. That's why I ordered for you. Oh man, thank you so much. 肉の、ね、質はですね、あのミートソースの肉の質と同じなんですけど、そのね、間に挟み込まれたこのなんて、ピーっていうのがクリーミーな感じがですね、やばいです。皆さん、ボローニャ来た時に、絶対このラザニア、グリーンラザニア、食べてみてください。Okay, I have one question, man. Have you eaten any pasta outside of the Italy? No way. Why? Well, first of all, when I travel, I prefer to experience local food. Yeah. While also pasta outside Italy would be different, overcooked. Doesn't appeal me, you know, like I'm from here, I'm very demanding, so yeah. I prefer pasta in my country, let's say, yeah. But have you tried it before? I think I tried, yeah. Probably, so never again. I don't even remember if I tried, I want to forget, you know.続きましてやってきたのがイタリア中部大富豪メデチ家の財力によってルネサンスが開花した町とも呼ばれ、現在も多くの歴史的建造物が残り、中心部は世界遺産にも登録されている世界で最も清潔な町、上品な町と呼ばれるフィレンツェ。はい、皆さんやってまいりました。ここがですね、花の都フロレンスでございます。皆さんこの建物見てください。巨大、こんだけ巨大で圧迫される建物初めてございます。いや、さすが芸術の街、花の都フロレンス。 Okay, so brother, nice to meet you. Good morning, nice to meet you. Yeah, what's your name? Eduardo. Eduardo, okay, nice to meet you. Nice to meet you. So you're from here? Yes, I'm from Florence. Okay, so what's the famous food from here? We have a lot of street food. Okay. It's much focused on meat. Meat? Meat and gelato. Right, sounds exciting. So let's go. Very excited. Let's go. はい、ということでまず皆さんやってきたのがここローカルフードマーケットでございます。So bro, I feel like Italy has so much like natural, like organic food, yeah, like fresh food. Is that correct? Yeah, absolutely. Most of Italy landscape is surrounded by organic farmers. So yeah. I always say that Italy is not recipes. Italy is not lasagne, pizza. Italy is thousands of enlightened heroes, right, that supply healthy, delicious, deep, real ingredients, real food. Okay. You know, when people say we eat good food in Italy, I say yes, but there are great chefs all around the world. The problem is getting whole foods which are naturally grown in places that have not been contaminated. イタリアは農薬やケミカルの規制がですね、ヨーロッパの中でも特に厳しいらしく、オーガニック野菜の流通がとても多いらしいです。まあ料理がですね、美味しい理由もそこにあるかもしれないですね。Okay, so first place we came, what is that here? First place is called Tripperia Pollini. Okay. And it's probably Florence's most important, wow, Lampredotto stall. Lampredotto is the fourth stomach of the cow. Okay. It comes in a sandwich and is very typical from Florence. You know, in Italy, traditionally, we are not big meat eaters because we used to be shepherds. Okay. And so we had the need to have animals to work. So basically we were eating cheese, veggies, legumes, olive oil, wine, bread, but very less meat. And so essentially the meat was going like really to rich people, and the poor people would have only the innards, the organs. And so this is popular tradition, but it actually unites everybody because it's so good that you know, you can find the billionaire, you can find the student, you can find the worker, you can find everybody eating this sandwich.長時間煮込んだ牛の内臓を細かく切り、ロゼッタと呼ばれるパンの上にのせ、その上にバジルベースのソースとチリソースをかけ、締めにロゼッタを煮込みスープにたっぷり浸し、完成でございます。関西人なんでホルモンは大好きですよ。いやもう中はですね、プリプリで、いや、このホルモンはえげつないほど美味しいです。 It's incredible. It's the best sandwich I have.
Okay, that's big statement. Oh man, it's so good. Best sandwich in Italy, let's put it this way. Let's not offend anybody. So how long did he cook that, you know, like a few hours. Hours. A few hours, yes. Mm. It stewed in the broth and then you saw the depth bread. Yeah, this that's, bread. That's the king move, right? Yeah. Wow. Yeah. ここはもうぜひおすすめです。めちゃくちゃうまかったし、人も超ナイスです。はい、続きましてイタリア料理の締めといえば何でしょうか。そう、フレンツェ名物のジェラートでございます。 So gelato is made from here? Yeah, it's originated in Florence. It's basically ice with a condiment. ジェラートは雪山の雪をアラブ人が甘くして食べたのが始まりという説や、初代ローマ皇帝が雪山の雪に蜜を混ぜて食べたのが始まりという説や、発祥の説は様々あるみたいなのですが、いずれにしても雪を甘くして食べたことがジェラートの起源だそうです。いやー、これ三種盛りでございます。三種盛りって刺身みたいな感じの言い方やけど、うわっ、おまたまた皆さんもう格が違います。もうなんていうんですかね、この舌触りというかもうめちゃめちゃ滑らかで、 I think I can't eat like any more ice cream from the outside. Wow. To know if a gelato place is doing a good job, check the mint flavor. If mint is white, you know that they're doing a good job. If mint is green, it's a no. こんな感じですね。もう溶けるからっていうのでかぶりついちゃってるんですけど、チョコレートもですね、めちゃくちゃ濃厚。これ分かります？めちゃくちゃが入ってますからね。おいしすぎるわこれ、はい、ということで皆さん、続きましてやってきたのがここトスカーナ州といえば牛肉とワインということで。 OK, so why did you take me to here?So I took you here because this is historically very relevant for Florence and for Italian cuisine in general. Okay. Their suppliers are some of the most ethical farmers, breeders that you can have. And so this makes this restaurant, yes, traditional, but also incredibly relevant for the future. 皆さん、これがですね、鶏の肝のペーストです。レーズンの、パンですかね、ドライパンみたいな。肝、皆さんめちゃくちゃ濃厚ですわ。このレーズンもですね、めっちゃカリッとしてて、で全然口の中がパサパサにならない。なんか焼き鳥のレバーとか食べたらパサパサになるじゃないですか。それがなく最高ですわ。そして今回のメインディッシュ、食前にオリーブオイルをかけたフィレンツェの伝統おかん料理とも呼ばれる絶品料理。So what's this one? This beef. This one is the beef cheek. Cheek slowly cooked, slowly braised in red wine. Super excited this one. もう口に入れた瞬間、あ、やばいわ。今まで僕の人生生きてきた中でレッドワインと合う食べ物、多分これが一番です。もう煮込んであるからめちゃくちゃ柔らかいんですよ。で食べただけでもものすごい深い味わいやなと思うのに、そこにワインを入れるとえげつないです。イタリアやばい。It's not truly easy to be ethical 100% and spend a reasonable amount of money. So you've got to be wealthy to be healthy, and to be more than healthy to be ethical. But yeah, especially in some regions of the world, they're having a lot of issues in finding actually clean products. Because, you know, organic, you want to eat products once in your life, go to the farm.Shake the hand, see how they produce. If that satisfies you, eat it, buy it, and know your produce. It's so important. Yeah. 続きましてやってきたのは、古代からローマ帝国として栄え、歴史的文化的にも奥が深く、ローマ教皇が住んでいるバチカン市国もあり、全世界のカトリック教徒にとっての中心地。聖なる都、人口約280万人、イタリアの首都ローマ。
はい、ローマといえば僕の大好きなカルボナーラ発祥ということで、まあ、ここ100年200年最近でもないけど最近できたイタリア料理、本場のカルボナーラとは一体。 Okay, so nice to meet you. My name is Shota. Ciao, how are you? Good, yourself? So good, thanks for asking. What's your name? I'm Katie Parla. Okay, so what do you do?I'm a、Rome-based food and beverage writer, culinary guide, cookbook、okay. author, and publisher. Right, so you've been here for a long time, so? 21 years. And originally? From Jersey. Right, so you know all yummy Roman food? All of it. Okay, so let's see how let's it goes. Let's put me to the test. Okay. So what is different between like Roma carbonaras or other carbonaras? Yeah. The recipe for carbonara in Rome has reached almost like legal status. Okay. Ask most chefs and they will say it's made with guanciale, pork jowl. Ooh, never bacon or pancetta. No bacons. I mean, look, the historic recipes use any type of pork, especially cured pork, even bacon. Okay. But now in this year, every chef that you interview will say it's only made with guanciale. Some use whole eggs and some just use the yolk. Okay. The yolks that are used for this version are from hens that eat goat's milk. Well, very strict rules. So many rules. So many. Okay, so 皆さん、もう香りがですね、ものすごいいいです。この胡椒の香りと、チーズとこのミルキーな香りですね。もうカルボナーラはですね、僕はパスタの中で一番好きなんで、まあ、いただきます。まずですね、このソース、全然液体じゃない感じで、もうソースの上にドーンと絡まってる感じです。で、そのパスタもなんていうんですかね、すごい歯ごたえがあって、あのうどんあるじゃないですか、香川のうどんみたいな感じで歯ごたえがめっちゃあって、このですね、肉を噛んだ時のジューシーさ、えげつないです。すごい歯ごたえがあって、硬い感じでドライな感じで肉ですね、めちゃくちゃうまいです。 So this sauce, it tastes like a little bit cream, but it's got cream, so no? No cream. No cream. Don't even dare mention cream. Even to other Italian cities, so you might find carbonara made with cream. It makes a Roman insane to even suggest it. イタリアといえばピザ。ピザの発祥はナポリらしいんですが、ローマのピザもナポリのピザとは違ったこだわりがあるそうなので、実際にローマとナポリのピザの違いを見てみたいなと思います。 Okay, so what's up here? Okay, we're at a bakery、mm-hmm. It's a classic Antico Forno Roscioli. And your pizza over here, that's why there's a huge like rugby scrum happening、yeah.今からですね、ピザ焼く中をですね、見せてくれるということで、特別に入らせてもらいたいなと思います。わ、楽しみやな。ローマピザの特徴としては、低温にて長い時間をかけてじっくり焼き上げ、生地が薄くカリカリしているそうで、そして生地には小麦粉、水、イースト菌、塩の他にオリーブオイルが入っているそうで、具材の種類が非常に多いことが特徴だそうです。ちなみにですね、なぜローマンピザが長く作られたのかというと、まあ、15世紀から17世紀にかけて、まあ、人口が急増した時、まあ、多くの人に一度に届けられるようパン用のオーブンをいっぱい使って作り始めたかららしいです。 OK, so this is a Roman style tables. Oh, it's very simple. So simple. Why did you choose a simple one? Because, you know, there are so many different ones. Did you see how eye-catching?All of those toppings are?、Mm-hmm. I've tried them all. This is the best. All right. You get the purity of the acidic tomato. There's a little bit of sweetness to it.、Okay. You get the crispy and chewy texture because、okay. the pizza's not weighed down.、Mm-hmm. This is the like premium expression of Roman style pizza.、Right. And this is pizza alla palla. Oh, tomato sauce is so good. And the bread.I like a skinny, crunchy base. This is a perfect. 今回ピザ食べてですね、このピザがですね、ルームテンパチャーっていうね、僕ピザイコール熱々のが一番美味しいかなと思ってたんですけど、
っぱりこう熱くなりすぎると焼きたてっていうのがなんか素材の味が消えてしまうことがあるみたいなんで、こうルームテンパチャーまで落として食べて素材の味を楽しむみたいな感じらしいです。はい、続きましてやってきたのがローマ伝統のパン菓子マリトッツォ。いや、すごい量の生クリームをですねパンの中に挟み込んでおります。いやー、お味は一体どうなのでしょうか。さて皆さん、いただきたいなと思いますが、これどなして食べるんかいうぐらいものすごい量のクリームですけど、いただきます。おお、いや、すごいボリュームですわ。でもホイップクリームも全然めちゃくちゃ甘いなっていう感じじゃないんで、案外いけるかもしれないです。いや、やっぱり甘いわNo, it's very sweet。 うん、Out of 10, maybe for me, the honestly, maybe 6。はい、もうお腹いっぱいで歩けません。もう聞いた話でめちゃめちゃ面白かったのが、古代ローマ人はですね食べたものを吐いてたりしてたっていう説もあるみたいでですね、まあ、その理由に月に2回ほど食べたものを吐くことによって体の中をリセットして悪いものを食べとかないっていう理由があったり、まあ、不意に毒殺があったとしても、まあ、普段から吐き慣れてることによってもう吐き出せちゃうとか、だから吐くことが健康だったとも言われてたみたいです。さて最後にやってきたのはイタリア南部の美しい海辺にある都市。紀元前470年にギリシアの植民地として誕生してから今日まで様々な国の影響を受け、ヨーロッパ地中海地域の多種多様な文化が吸収され、他の都市とは全く違う雰囲気、建造物、人々が存在するイタリア三大都市ナポリ。はい、皆さん、ナポリやばいわ。もう他の都市とは全然違うというね、まあ運転しててもですねみんなめちゃめちゃゴイゴイやし、まあ人もですねめちゃめちゃ親切な人もおればめちゃくちゃ不親切な人もおるみたいな、なんか荒れた下町を思い出すような、まあ活気はめちゃめちゃあって、個人的にはね僕めちゃめちゃ好きなんですけど、いや別世界異国ですね。Okay, so nice to meet you. My name is Shota. How are you? I'm fine. What's your name? Barbara. Barbara? Yeah. Nice to meet you. So you're from here? Yes, I am from Naples. Okay. I live here. And I will show you some local places where to eat. That's amazing. Okay, okay, let's go. はい、皆さん、イタリア料理といえばトマト。実はトマトはですね、イタリア料理に使われ始めたのは18世紀頃ということで、まあ、大航海時代に南米から伝わってきたのが始まりみたいなんですけど、まあ、トマトにはですね、当時毒があると信じられてたみたいで、まあ、観賞用の植物だったみたいなんですけど、それを食用に改良したのが、まあ、ナポリ人ということで、現在あるね、ピザやパスタもですね、そのトマトが伝来してから作られたということで、トマトが現在あるイタリア料理の原点だ。そうです。First place, what is this one here? Okay, this is a typical Napolitan market. Okay. Here you can find typical product from here and from Campania, especially cheeses and hams and wines and other stuff from here.はい、皆さん、ありがたいことにお店の人がいろんな種類に加工されたトマトを試食させてくれました。さて皆さん、これがトマトパラダイスでございます。全部ですね、このモッツァレラチーズと一緒に食べるらしいです。ということでいただきます。こんなでかいですよ。めちゃくちゃでかいチーズと共にトマトをいただきたいなと思います。うわ、これは絶対美味しいぞ。いただきます。うん、モッツァレラチーズバリうまいし、トマトも皆さん桁違い、うん、このチーズもですね、こうミルクの感じというか、この乳製品っていう感じが口の中で広がって、でトマトもですね、トマトの香りとなんかジューシーな、何ですかね、果肉みたいなのがブワーンと垂れる感じです。えげつない。
そう、皆さんトマトですね、びっくりして今全部食べたんですけど、一つ一つ全然味が違うというね。で、僕のお気に入りはこれなんですけど、これはナスビとトマトをあえたやつみたいで、こう何ですかね、ラザニアの中に入ってるようなやつみたいです。めちゃくちゃ美味しいです。で、このトマトはですね、これなんですけど、これはですね、8月に収穫して5月までつるしてですね、それで食べるみたいです。トマトって普通すぐに腐る感じと思うじゃないですか。でもこんな感じでつるして食べるトマトとかもあるみたいです。いや皆さん、モッツァレラのですね、味がもうえげつないほど美味しいです。これ何みたいな、こんな美味しいモッツァレラ食べたことない。So why mozzarella is so delicious like that? So delicious because it's not put in the fridge. No fridge? Oh, no. Okay. No. Normally we used to eat it in the same day product. And also this is handmade? Yes. Mozza is cut. Okay. And it's cutted by hand. Oh, yeah. That's why mozzarella.海外で食べるモッツァレラは輸送する際に冷蔵庫に入れないといけないという理由から、本場ナポリで食べるモッツァレラとは全く味が違うみたいです。さて続きまして、ピザの原点ナポリピザ。ローマピザとナポリピザには大きな違いがあって、記事で読んだんですが、ナポリでは伝統的な技術と製法が世代交代によって変わることを防ぐため、真のナポリピッツァ協会が設立されてて、一定の条件を満たさなければナポリピッツァを名乗ることも許されてないらしいです。Buongiorno. Wow, what's next? Ho parlato con Nunzia. Ciao. Ciao. Okay. This is a typical Napolitan pizzeria. Wow. As you see the oven? Yeah. ナポリピッツァの規定はですね、めちゃめちゃ厳しくて、生地は道具を使わず絶対に手で伸ばし、生地に使用していいのは小麦粉、水、イースト、塩のみ。そして釜で薪を使って90秒ほどの短時間で焼き上げ、仕上がった生地に額縁がないといけない。材料もシンプルで原則2種類しかないみたいで、焼き上がりにも規定があり、直径は35センチを超えてはならず、厚さは3ミリ、縁の高さは1センチから2センチなど超ガチガチの規定が世界一のピザの法則。そう、今数えてみたらですね、90秒じゃなかったです、78秒ぐらいでした。90秒じゃないとナポリピッツァって呼ばれないっていうのは、実は嘘でございました。 Two way to eat pizza. Okay. With the fork. Okay. As normal. Okay. Or wrapped. Wow. Like this. Okay. That's Napoli ways. That's this Napoli ways. Wow. 僕はですね、ちょっとこのスタイルでいきたいなと思います。僕のナイフで、お、柔らかいですね。 It's very soft. トマトソースめちゃくちゃうまいですね。で、生地はですね、ほんまソフトでクレープみたいな食感、これはもう意外すぎる。こんなピザがあるのかっていうぐらいのこの食感っていうか、ピザ好きの人は絶対ナポリ来た方がいい。すみません、僕あんまりピザ好きじゃないタイプの人間なんですけど、このナポリのピザはめちゃくちゃ美味しいです。 So what is this one? This is limoncello. It's a liquor made with lemons. Wow.さて、これがですね、レモンチェロという日本で言えば自家製の梅酒のような存在で、南イタリアでは400年もの前からまんまの味、母の味として多くの家庭で親しまれているそうで、400年前はアルコール度数が70度近くあり、農家の人たちが朝働きに行く前に体を温めるために飲んでいたそうです。おIt's quite strong. Yeah. 砂糖とレモンがミックスしたような感じで、なんて分かりますかね、ハイレモンっていう食べ物知ってます？なんかラムネみたいなやつ、そのハイレモンの味がします。はい、ということで皆さん、今回はもうほんままんま料理、おかんの飯、もう舐めてました。さすが世界一美味しい料理の国、もうこだわりと古来からのヒストリーが素晴らしい、もう最高でした。まあ同時にですね、今週イタリア料理1週間まるまる食べたんですけど、すいません、やっぱり僕の血には米、和が流れております。どんな美味しい飯積まれても故郷の飯には
かなわないなっていうのが個人的な印象です。まあ、今回ね各地でいろんなところで、まあ、フードツアーしてくれた人の詳細をですね概要欄に貼ってるんで、もし皆さんイタリアに来た際はフードツアー参加してみてくださいということで、皆さん動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということでアディオス。